乗れない。バイクはまだ乗れないんですが、まだ歩き配信ですね。歩き配信。はい。それでは、スタートしましょうね。スタートしましょう。はい。四つん這いさんとルカさん、おはようございます。それでは、スタートしたいと思います。ですね。まず、部屋の中にですね、花があるので、ちょっと、これは、シクラメンですかね。シクラメンがあります。それでは、消して、はい。そしてもう一つ、部屋の中にですね、こういう花がありますね。これは何でしょうかね。これは、ユリオプスデージ、デージーですね。デージーの花があります。ユリオプスデージ、ね、はい。それでは外に行きましょう。まず鍵を閉めますが、ですね、教会の前に、モミジがあるんですね。で、今一番紅葉、もう紅葉ちょっと終わってるかもしれませんが、ちょっと紅葉をお見せしますね。教会前の紅葉と言ったらいいでしょうか。本当にこの色が綺麗ですね。紅葉ですね。そして、この辺も紅葉ですね。もう少し終わってるかな。少し紅葉が終わってます。あと、教会の花壇をですね、花を植えましたね。これはパンジーですね。パンジーを植えました。それから、こっちにもパンジーを植えましたね。教会の花ですね。教会の花。あと、こういう、これは何っていう花か、ちょっと、マーガレット。こういう花も咲いてます。マーガレットですね。で、これは月桂樹ですね。月桂樹っていう木ですね、これはね。はい。この放送は、やはりイエス様が作られた花は綺麗ですね。アメン。イエス様が作られた花は綺麗です。今日はですね、まだ空は、朝日がまだ出てないですね。朝日はまだ出てませんが、今日はどこに行きましょうか。毎朝行くところがですね、悩んじゃうわけですが、できる限りこのいろんなところに行こうと思ってますが、行くところそんなにないんですね。少し限られております。毒がある花はサタンがイエス様を真似して作ったのか。いや、毒がある花もですね、もちろん神様が作ったんですね。神様が作ったんですが、それは、ね、悪霊とか悪魔を表していると思いますね。神様は
その悪魔とか悪霊をその毒のある動物とか毒のある植物で表してるんではないでしょうか。お寺に行ってお坊さんを伝道しましょうか。やはりですね、伝道というのはですね、押し付けるわけ、押し付けは良くないんですね。伝道というのはやはり聞く耳のある人に伝道しますね。あ、鈴木さん、レイクさんおはようございます。レイクさんおはようございます。伝道というのは、押し付けではいけません。私たちは、その、あ、電車来ましたね、電車。伝道というのはですね、その聞く耳のある人に、伝道しますね。聞く耳のある人に伝道します。向こうからも電車が来ましたね。電車放送電車放送ですね。小学生の時ですね、小学生の時にカメラでね、カメラでこうやって電車を撮りましたね。小さい時の 時ですが、500円のカメラで500円のカメラでですね、電車を撮りました。ちゃんとフィルムがあってですね、現像して撮れたんですよ、皆さんね。500円のカメラでも電車を、撮ることができました。はい、それではですね、当時500円ってお札の頃ですか。そうですね、500円札っていうのが昔ありましたね。それではですね、岩倉智美、あ、そうですね、500円札は、岩倉智美という人だったと思いますね。はい、早速息切れ。はい、ちょっとベンチに着きました。早速ベンチという、よいしょ、早速ベンチ。はい、そうですね、バイク乗りたいですが、でも逆にバイクは寒いかもしれませんね。こういう冬にバイクはちょっときついかもしれませんね。そうですね、まあ車が一番いいんでしょうけど、車もちょっと今乗れないですね。はい、それでは、今日のテーマいきましょう。今日のテーマ、あなたはキリスト教を誤解していますということですね。キリスト教誤解、皆さんこの息見えますか。
タバコじゃないですよ。タバコじゃなくて、息ですよ。ね。息をしています。はい、ここにはトトロの森がありますね。皆さん見てください。トトロの森ですね。トトロの森。そしてあそこに月がありますね。月見えますか。よし、かけてきましたけど、月があります。はい、そうですね、皆さん、タイトルに戻りますが、人間でもですね、誤解しやすいですね。人間でもですね、人と人というのは誤解しやすいんですよ。ですから大抵多くの人はですね、誤解が元で喧嘩したり、誤解が元でですね、関係が悪くなったりします。で、これはどういうことかというと、サタンはですね、もうサタンというのは悪魔のことですが、サタンが私たちの人間関係を、悪くしようとしているんですね。で、そのサタンがですね、いろいろ誤解を与えようとするわけですね。人間関係を壊してですね、人間関係を悪くさせようとしています。そういうですね、悪魔の目論みがあるんですね。悪魔の目論みがあります。多くの人間関係はその悪魔によって、壊されていると言ってもいいでしょう。ミさん、これ大事なポイントですが、よく理解してください。いいですか。その悪魔はですね、人間関係を壊して、社会を壊して、家庭を壊して、人間関係を悪くさせようとしているのが悪魔です。ですから、皆さんの家庭とか、皆さんの職場とか、学校で人間関係悪いですよね。キューちゃんがいろいろ誤解を受けているのも悪霊の影響。そうですね。悪魔はですね、悪魔は人間関係を壊そうとしているんです。ね。人間関係を壊そうとしています。ですから多くの人たちは、知らず知らず、ね、関係が悪くなっていくんですね。そして人間の罪でそれを許し合うこともできないようになっちゃってるんです。サタンに誤解を与えられて、そして許し合うことができないと、その関係が切れたままね、切れたまま、時間がどん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 過ぎていきます。皆さん、世の中がうまくいかないのはそういう理屈なんです。世の中がうまくいかない、皆さんの人生がうまくいかないのはそういう理屈なんです。悪魔がその皆さんにその嘘を与え、誤解を与え、その人間関係がですね、誤解をしているんです。なぜかというと、人間の心って、見えません。人間の心は、本当に見えないですから、誤解しやすいっていうこともあります。そして、私たちは罪という問題があって、罪というのはどっちかというと、悪意という感じでしょうかね。その悪意があるために、罪があるためといった方がわかりやすいでしょうか。人間の罪があるために、お互いを疑ったり探ったりして、誤解しやすい存在と言ったらいいでしょうか。人間というのは互いに誤解しやすい存在なんだ。そのことを皆さんがよく理解することによって、不必要な誤解を避けることができます。お互いに弱い人間、罪のある人間と考えて、間違いを犯しやすい、また失敗しやすい存在だと、お互いにですね、
失敗しやすい存在だということを理解することによって、またお互いに、その自分自身も弱いんだということを理解することによって、誤解が減っていくと思いますね。誤解が減っていきます。信仰を学ばないと騙されていることに気づかないかも、知りません。そうですね、その、そしてもう一つはですね、たとえその誤解が、本当だとしても許し合うというそのイエス様の教えを知っているならば、それを、たとえそれが、その問題があったとしても解決することができるんですね。そこが大事なポイントですね。お互いに弱い存在だということで、また、罪を犯しやすい存在だということで、認め合って許し合う。それが十字架です。十字架の意味は、そのように人を許す力をイエス様からもらって、人を許す愛をイエス様からもらって許し合うことができるんだということですね。ぜひ皆さん、そういうふうに、その大事なポイントを理解して、私たちは誤解しやすい存在だということの中で、人間関係を修復する、平和を作る、その、憎しみ合うのではなくて愛し合うことができる神の国を作っていくことができるんだよということですね。許し合う神の国を作ることができる。しかしその許し合って愛し合うためには、イエス様が必要なんだ、イエス様の愛が必要なんだというところが大事なポイントです。人間の力ではできないんです。皆さん、ここが大事なポイントです。人間の力で人を許すことができない、人を愛することができない、そこが大事なポイントです。ぜひ皆さん、そのポイントをしっかり、理解してほしいと思います。ぜひしっかり、理解してほしいと思います。はい。そして、今日のタイトルなんですが、さらに、その人間関係ではなくてですね、もう一つ大事なのは、神様に対する誤解、イエス様に対する誤解、それがあるんだよということです。日本の場合はキリスト教の国ではないので、その、イエス様に対するその、誤解があるんだということですね。イエス様に対する誤解がある、それをですね、皆さん、理解してほしいと思います。多くの人はイエス様に対するそのイメージがですね、曲げられている、サタンによって、間違ったイメージ、サタンによって、本当のイエス様のことを、知らされていないために、自分はキリスト教宗教ではなく真理だと思っています。アメン、アメン。ぜひ皆さん、そのサタンによって、誤解を与えられているということをまず理解してください。じゃあまずですね、皆さんがどういう誤解をしているか、どういう誤解をしているかということをちょっと皆さん書いてもらいます。ぜひ皆さん、そのキリスト教に対する、イメージと言ったらいいでしょうか。キリスト教をこう考えているということを書いてください。それが誤解だということをまた話しますので。はい、じゃあ皆さんが、キリスト教に対するイメージ、こんなイメージだと書いてください。こんなイメージ。キリスト教はこういうふうに見える、こういうふうに考えるという。はい、書いてください。十字軍。
ねえ、十字軍も、あれですね、つまずきの一つになっていますね。宗教戦争、これもつまずきの一つになっていますね。魔女狩り、これもつまずきの一つ。確かに、これも誤解です。十字軍で略奪、そうですね。それから、科学を信じない、これも誤解ですね。科学を信じない。奴隷支配の道具、これも大きな勘違いになっています。進化論否定、これも、誤解ですね。誤解です。世界最強の軍隊、戦争好き、これも誤解です。誤解です。先住民の文化を破壊する、これも、誤解ですね。誤解。自分だけが正しいと思う、これも誤解です。誤解です。地獄と言って脅す、これも誤解ですね。高額なお布施が必要、これも誤解です。イスラムと対立している、対立していることは事実ですが、そのイメージは誤解ですね。同性愛者差別、これも誤解です。誤解です。日本に核爆弾を落とした、これも誤解です。誤解です。落としたことは事実ですが、キリスト教が落としたわけではありません。はい、ありがとうございました。ね、皆さんが今、挙げてくださった様々なイメージ、これは本当に誤解です。ね、誤解です。私がですね、放送で一つ一つ今まで説明してきたことばっかりのことなんですけど、カルトが多い。カルトが多いことは事実ですが、だからといって、キリスト教が、間違いということではないんです。それも誤解なんですね。はい。それではですね、その一個一個、一個一個全部はできないかもしれません。一個一個、その誤解を解きましょう。ね。誤解を解きます。ちょっと寒いですね。寒いのでですね、ちょっと、歩きながら、歩きながらちょっとやりたいと思います。ちょっと寒いのでね。はい。少し寒いです。はい。それではですね、寒いので、画面が動かないですね。風邪をひかないように気をつけてください。はい。少し、歩くことによって体をちょっと温めたいと思いますが、はい。まずですね、十字軍のことですね。十字軍から来たいと思いますが、十字軍は確かにですね、間違ったことだったと思いますね。あれはエルサレムを、奪還しようという、イスラム教からエルサレムを奪還しようという、軍隊だったわけですね。で、何が間違いかというと、武力で、奪い返そうという、手段が間違っていますね。イエス様の教えは、ね、イエス様の教えは敵を愛しなさいとか、奪い物、取り返してはいけないという、命令があるわけです。ですから、そのイエス様の命令に反しているわけですね。イエス様の命令に反しています。そういうわけで、十字軍が確かに、
あれは間違った判断というふうに考えられています。ぜひ皆さん、ですから十字軍があるから、確かに教会は、教会はそういう間違いを犯すね、免罪符もそうでしょ、免罪符というのはお金で救いを買おうとするものです。あれももちろん間違いなわけです。そういうふうに、教会というのは、教会というのは間違えることがあるんだということですね。あ、ちょっと青空が出てきましたね。ちょっと青空をちょっと撮りましょうね。青空ですね。はい、青空を撮ります。そしてそれと十字軍とね、十字軍と同じように、その魔女狩りとか、魔女狩りとか、それから何でしょうか、魔女狩りとかですね、もう一つ何かありましたね。それももちろん同じように、その、まあ、状況はね、いろいろあると思いますね。そのいろいろ状況があると思いますが、それも教会の間違いです。ですからその2000年のこのキリスト教の歴史の中で教会が間違えるということはあるんですね。それから今度は戦争好きとか、宗教戦争ということですが、まあその2つに分けましてね、例えばアメリカがいろいろ戦争をしてきました。アメリカがいろいろ戦争してきましたけれども、その、アメリカが戦争したというのは、そのキリスト教のゆえではないんだということですね。その信仰のゆえに戦争したということではないんです。あ、ここちょっと電波弱いですね。ちょっとここは電波弱いですから戻りましょう。信仰のゆえに、信仰のゆえに、戦争したということではありません。アメリカがいろいろ戦争してしまったのは、それは政治的なこともあるんだということですね。だから、イエス様の教えはですね、平和主義です。平和主義ですから、その決してですね、イエス様の教えのゆえに、イエス様の教えのゆえに戦争したんではないんだということをぜひ皆さん理解してください。戦争、イエス様の教えのゆえに戦争したんではないんだということですね。ぜひそのことを理解してほしいと思います。はい、それから次はですね、何があったかな。もう一つの宗教戦争ね。例えば、イスラム教との宗教戦争ということですが、まあ、その十字軍ということでは、あ、おはようございます。どうも。どうも、こんにちは。散歩ですね。かわいいですね。かわいいワンちゃん。まあ、あの方は知ってる方なんですね。知り合いなんですが、かわいいワンちゃんですね。その十字軍は確かにね、イスラム教との戦いという意味では宗教戦争で、あまりいいことではありませんでした。しかし、それ以外のですね、まあ他にももちろんイスラム教との戦争はありました。その武力による戦争、確かにそれは良いことではないと思います。しかし今よくあるテロとかね、そういうことに関しては皆さんもよく見ると分かるんですが、イスラム教がキリスト教に対してテロをしていることがほとんどなんです。皆さん聞いたことありますか？キリスト教がですね、
キリスト教がイスラム教にテロをしたということ、なくはないですよ。なくはないですけど、多くがね、多くが、イスラム教がキリスト教に、テロの自爆テロとかね、そういうのが多くて、キリスト教からイスラム教のテロというのはほとんどないと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。ですから、そういう意味ではね、よく比べてほしいということですね。比べてほしい。そして、今、例えば、アメリカがね、イスラム国に空爆しているということは、キリスト教がやってるというふうには思わないでくださいね。キリスト教がやってるんではなくて、アメリカがやってるということですね。アメリカがやっている。そして、それは、決してですね、キリスト教の教えの上にやってるわけではないんだということですね。アメリカイコールキリスト教というふうには考えないでほしいと思います。アメリカイコールキリスト教ではないということですね。それから、あと何があったでしょうかね。あと、進化論を、信じないということですが、確かに、なんか非科学的のように、思われるかもしれません。しかし、皆さん、今、最先端の科学者でさえ、ね、最先端の科学者でさえ、進化論に疑問を持っている時代なんです。ID 論だったかな。ID 論。何か、目に見えない知性がですね、知性が、生物を作ったんじゃないかという、そういう理論が今、科学の中で言われてるんです。ですが、決して創造論がですね、非科学的ではなく、むしろ科学の方が進化論から創造論に近づいている時代なんだということです。ですから、キリスト教が進化論を、否定していることは、非科学的ではないということですね。たくさんのですね、クリスチャンの科学者は、進化論を、信じていないわけです。そういうわけで、その進化論を信じていることが非科学的だとか、それは誤解だということです。あと何があったでしょうかね。同性愛者を差別という、これも誤解です。これも皆さん、ご存知のようにですね、確かに、同性愛ということはね、聖書で禁じられています。ね、同性愛ということは聖書で禁じられて、その神様が男性を作り、神様が女性を作ったということの中で、神様の秩序ということでね、神様の秩序ということで、同性愛は否定されていますけれども、しかし、それは、同性愛者を差別しているということではないんだということですね。不信仰も、禁じていますね。しかし、不信仰する人を差別していません。それが分かりやすいことを説明することができます。例えばですね、ここに殺人者がいたとしますね。殺人者がいました。で、世の中の人たちはその殺人者に対して差別しますが、私たちはその殺人者に対して愛を示しますね。たとえ殺人を犯した人でさえ、私たちは、愛します。でも、世の中は、ここに殺人者がいたら、その殺人者を、愛することはできないと思います。それと同じように、ここに同性愛者の人がいたら、世の中の人はその同性愛者を差別するかもしれません。しかし、私たちはここにもし同性愛者がいたら、その同性愛者を愛します。同性愛ということ自体は、例えば殺人ということはね、誰でも悪いと思うと思うんです。ね、殺人っていうのは、誰でも良くないと思うと思いますが、しかし、殺人者を愛するというのはむしろキリスト教なんだよということですね。むしろ、
キリスト教こそ、同性愛者を愛することができるんだよ。むしろ世の中の方が同性愛者を差別してるんだ。そこに、誤解があります。はい。あと何があったでしょうか。大体説明したと思いますが、それから、自分だけが正しい。自分だけが正しいというふうにさっきありましたけど、キリスト教の場合は唯一神ですね。唯一神、つまり神様は一人だという考え方だから、そういうことにおいてね、神様は一人だよっていうことは、まあ自分だけが正しいということと矛盾していないんですね。もし、唯一神だと言いながら、どの宗教でもいいよと言うならば、どの宗教でもいいよと言うならば、それこそ矛盾になってしまうんですね。それこそ矛盾になってしまいます。はい。大体の説明をしたと思いますが、いつもしてる説明と同じなんですが、皆さん誤解が解けたでしょうか。皆さん誤解が解けたでしょうか。はい。ぜひ皆さん、むしろ神様は、太陽が当たってきましたね。朝日が当たってきました。ちょっと皆さん、この朝日が出てきましたので、この朝日を見てほしいのですが、この放送は朝日放送ですね。この放送は朝日放送、朝日が出てきました。ちょっと、朝日を当たりましょうね。朝日に当たって、まだそんな暖かくないですか。朝日放送ですね。今ベンチに座らない理由はですね、寒いので動いてるということなんですが、はい、それではですね、キーちゃん牧師の放送を初めて見た。ありがとうございます。初めて見てくれて。日本では、イスラエルが侵略していると誤解されてます。ああ、それも誤解ですね。それも誤解です。それも、サタンが与えている大きな誤解です。朝日に晴れやかになります。アメン。それではですね、明石タイム行きましょうか。ね、明石タイム。はい。もうちょっと説明しますね。ですね、ですから、キリスト教に対する誤解があるんだということですね。多くの人はサタンに騙されて、特に日本人はキリスト教のことをよく知りませんから、サタンによって、その嘘を与えられて、キリスト教に対する誤解があります。確かにキリスト教というのはですね、2000年の歴史があります。で、その例えばカトリック、社会派、福音派、カリスマ派とあるんですけども、しかしこの古い教会は確かにですね、いろいろ形骸化、形式化、儀式化、権威主義、世俗主義がありますから、キリスト教も堕落します。キリスト教も堕落しますが、その、まあある意味では形骸化したキリスト教を見てキリスト教を誤解することももちろんありますね。伝統的すぎた、教会を見て、キリスト教ってなんだこんなに形式的なのかというふうに思って、誤解する方もいます。ですから、キリスト教だからといって、そのすべてのキリスト教が、いわゆるその聖書的かどうかということは違うんですね。ですからキリスト教といってもね、このその本当にこう聖書的な教会というのは、比較的少ないのではないでしょうか。まだ、そのね、その聖書的というところが不完全な教会がほとんどと言ってもいいかもしれません。もちろん、その
完璧な教会はどこもないわけですね。ちょっとすいません、寒いのでちょっと鼻水を噛みます。完璧な教会はどこもありません。ですからどこの教会も、理想的な教会を求めているということではありますが、しかし、その、古い教会を見て、誤解する方も多いかもしれません。でも本当に、教会はある意味で不完全ですね。教会は人間の集まりですから失敗もするし、不完全です。ですから目に見えない神様を見るために、目に見えないイエス様を見てほしいというのが、その誤解が解けるということでしょうか。イエス・キリストを、教会に対する誤解によって、イエス・キリストが見えなくなってしまうという悲劇があるということです。ぜひ皆さん、その教会を見ないで、人を見ないで、イエス・キリストを見てほしいのです。イエス・キリストを見てほしいのです。十字架を見てほしいのです。十字架を見て、その誤解を、誤解をしないで、そのイエス・キリストが皆さんのためにこの地上に来て十字架で死んでくださった誠の神の子、誠の救い主、イエス・キリストだけがこの神を表している素晴らしいお方、愛に満ちたお方、恵みと誠に満ちたお方、皆さんに必要なお方、皆さんを救うことがおできになるお方、皆さんの罪を許すことができる唯一のお方、そのことを知ってほしいのです。キリスト教に対する誤解や、人間に対する誤解で、つまずいている方がたくさんいます。しかしぜひ皆さん、教会や牧師やクリスチャンにつまずかないで、本当のイエス様、本当のイエス様、愛に満ちたイエス様、十字架を見てください。謙遜でへりくだって、本当に皆さんを愛しているそのイエス様をですね、ぜひ皆さん見てほしいと思います。はい、そのイエス様に対する誤解、イエス様に対する誤解を、解いてほしいと思います。それが今日のタイトルなんですね。今日のタイトル、それは皆さんは神様に対する誤解、イエス様に対する誤解があるんだよということですね。はい、それではですね、それでは明石タイム行きましょうかね。明石タイム行きます。はい、イエス様を信じて、キリスト教に対する誤解が解けた、神様に対する誤解が解けた、イエス様に対する誤解が解けた証、キリスト教に対する誤解が解けた証、神様に対する誤解が解けた証、スタート。キューちゃんがカルトだと思ってたけど誤解でした。
悪いことは神様のせいではなく悪魔の仕業だと分かりました。アメン。神様の存在に気づいたとき、自分が裸であることに気づいた。LTL は本物のキリスト教会だと思いました。エイジさん。以前は神はどこにいるのと思ってましたけど、心で感じるものだと分かった。ルカさん。イエス様がひどい人だと誤解していたけど、優しい人だと分かった。神様は信仰の薄い私たちを憐れんで許してください。韓国は嘘つきだと思っていたけど、完全に誤解だった。最初はおかしな放送だと思ってたけど、こんな素晴らしい放送はない。クリスマス礼拝は何時からですか？ 10 時半ですね。21日、日曜日の10時半です。恋愛があんなに楽しそうなのは神の愛によるんだと思う。LTL はカルトではなく油注ぎに満ちた良い教会だと分かった。LTL 教会は平和なところが良いと思った。この放送でキリスト教に対する誤解が一瞬で消えた。キーちゃんを見ればカリスマは本物だとわかる。LTL を見たらキリスト教の素晴らしさがわかる。この放送を見てたら幸せになりました。配信を見て霊的レベルが急成長した。キリスト教の素晴らしさが分かり、笑いが止まりません。この放送を見ると神様は本当にいたんだと実感した。霊的にこの配信を見ることができるようになりました。
仏教では救われないと思いました。この放送を見ると必ず笑うことができます。以前は子供に見せたくない放送だった。しかし子供が見るべき放送だ。この放送は油注ぎがあると思った。アメン。安心して見せられます。ニコ生の誠よりイエス様の誠を求めます。これいいですね。ニコ生の誠よりもイエス様の誠を求めます。アメン。美しい人生よ、限りない喜びよ。体に力がみなぎってきた。会社行ってきます。行ってらっしゃい。朝から変な放送だと思いましたが、今はこの放送が、元気を与える。この配信で食欲が出ました。もう悩み無用。あなたの未来がきっとここにある。この放送でイエス様依存症になりました。信じること、誰かに伝えたい。この放送を見せて。この配信でいつも笑って元気をもらってます。この放送を見てたら部屋から出れました。イエス様にだんだん心惹かれていく。
フューチャーの放送には価値がある。ありがとうございます。毎朝津の上で元気をいただいています。素晴らしい人生を、限りない喜びをイエス様に。キューちゃんの笑顔で癒されます。週に1回は風呂に入るようになった。アメン、アメン。キリスト教って穏やかでいい感じだなぁと思いました。アメン、アメン。この間ですね、ライフさんがキリスト教と仏教の、ね、違いについて話してくれました。キリスト教なんてと思っていたけど、今はイエス様のことをちょっと読めなかった。はい。ね、太陽上がってきました。そうそう、つのべしましょうか。はい。明石ありがとうございました。明石ありがとうございました。それではちょっとですね、もう8時になったから角笛いいと思うんですが、寒いけどイエス様のぬくもりがあるから平気です。イエス様を信じたから自分は救われました。アメン。イエス様を信じたから自分は救われました。菊池さん、アメン。それでは角笛いきましょうかね。つなぶいきます。よいしょ。リバイバルつなぶい。ちょっとね、マイクが近いので音が大きいかもしれません。皆さん、ちょっと気をつけてくださいね。マイクが近いですからね。じゃあ皆さん、キリスト教の誤解が解ける角笛、イエス様、神様に対する誤解が解ける角笛、サタンの嘘が打ち破られて、サタンの嘘が打ち破られて、イエス様に対する誤解、神様に対する誤解が打ち破られる角笛、日本に、リバイバルが来る角笛、日本にイエス様がを歓迎する角笛。ちょっと人が来ましたんで、人がいない時ですね。人がいない時。今日はちょっと長くできましたね。長い角笛ができました。大成功でしょうか。はい。お豆腐屋さん。お豆腐屋さん。はい。
ちょっとマイクが近いので音が大きかったんじゃないかなと思いますが、ケチャ、ツノベの音色から伝わってきました。アメン。はい、それではですね、ホップさん、素晴らしい、ありがとうございます。リバイバルツノベってネーミングがいいね。リバイバルツノベ、霊的戦いで勝利が来ます。神の力で、十字架の力で、皆さんの人生が勝利をし、そして日本が勝利します。私たちは今までサタンに騙され、食いつぶされて、負けていました。サタンに負けていましたが、その十字架の勝利が皆さんに、及んで、私たちは初めてサタンに勝つことができます。人間の力だけで、人間の力だけで、人の力だけでサタンに勝つことはできません。日本が霊的勝利をすると信じてます。人間の力でサタンに勝つことはできません。十字架の力だけです。十字架の力だけが私たちの勝利になります。私たちの勝利、それはイエス様のおかげです。イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス様の側に立つことによって、イエス様の味方をすることによって、私たち自身が勝利することができるんです。イエス様によって勝利することができます。ぜひ皆さん、今からでも遅くありません。今からでも遅くありません。今からでも遅くありません。勝利ができるんです。勝利ができます。ぜひ皆さん、その、勝利の道を歩みましょう。キリスト教に対する誤解、神様に対する誤解、イエス様に対する誤解を解いてください。今日はその目的で、目的のタイトルです。皆さんが、その、誤解によって、せっかくのイエス様をその、知り損ねていた、イエス様を信じ損ねていたその誤解が今解けて、イエス様を知り、神様を知って、そのイエス様を信じられるようになる、イエス様を信じられるようになる。肉体が滅びる前に罪を悔い改めて勝利を手に入れます。アメン。ぜひ皆さんが、ぜひ皆さんが、この、その誤解が解けて、この方を、そのもうあれですね、8時過ぎたので、学校に行かなきゃいけない。勝利の一日、信仰による勝利の一日を、過ごしてください。神様の愛で、神様の愛で一日を過ごしてください。誰に対しても優しく、誰に対しても柔和で、誰に対しても親切にしてください。皆さん、その神の愛のあるところに
神様がおられ、そして、神が共にいることによって、そこに、奇跡が起き、そこに、祝福が来るのです。皆さん、神様がおられるところに祝福が来るのです。そしてそれは皆さんがイエス・キリストを信じる信仰と、そしてイエス様の教えを守ることによって、そこに神の愛が現れます。皆さんが神の愛で人間を愛するときに、そこに、神がおられて、そこに祝福が来ます。そこに祝福が来ます。皆さん、思い切って隣人を、隣人を愛そうと思ってください。隣人を、隣人をね、自分のように愛そうと、自分のように愛そうと決心してください。家族がいたら、ね、その、喜んで家族を愛してください。喜んで家族を愛するのです。自分のように愛するのです。そして、喜びと感謝、救われた喜び、救われた感謝をしましょう。イエス様に対して、イエス様に対して、救われた喜び、救われた感謝で満ちるのです。それが、皆さん素晴らしい一日なんです。素晴らしい一日なんです。神様がもっともっと祝福するでしょう。皆さん、本当の幸せはイエス様から祝福されることなんです。本当の幸せは、イエス様に祝福されることなんですが、そのイエス様から祝福される方法はイエス様の教えを守ることですね。イエス様の教えを守ることがイエス様に祝福されることなんです。皆さんがそのイエス様からの祝福を期待してほしいのです。イエス様に祝福されたい、イエス様に祝福されたいと本当に、信じることによって、そして、また、信じること、そして、期待すること、これが信仰です。今日も神様の祝福を期待したい。どんな祝福があるだろうか、どんな祝福があるだろうか、もっともっと祝福が欲しい、もっともっと祝福が欲しいと思ってほしいのです。はい。日が当たって、暖かいですね。皆さん、この太陽の光に当たるということがまさに、そのイエス様に祝福されている、神様に祝福されているということを表します。今は特に、冬ですから、このように、太陽に当たると暖かくていいですが、多くの人は、太陽の光に当たってないような生き方をしています。イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると、太陽の光に当たるような生き方、太陽の光に当たるような生き方になります。多くの人はお金や快楽を求めます。お金や快楽を求めます。そして自分の力で求めます。そうではないのです。そうではないのです。油注ぎを多くの人に受けてほしいです。アメン、アメン。本当の幸せはイエス様から祝福されることです。本当の幸せはイエス様から来るのです。それを信じて求めましょう。信じて求めるのです。溢れるばかりに祝福が来ます。天の窓が開いて溢れるばかりに祝福が来ます。ぜひ皆さん、祝福を受け取りましょうね。祝福を受け取るのです。
溢れるばかりの祝福を受け取るのです。それではですね、まだちょっと時間がありますね。はい。まあこの放送はですね、まあ伝道放送ですが、結局はキリスト教に対する誤解を解く放送と言ったらいいでしょうか。イエス様に対する誤解、神様に対する誤解を解く放送と言ったらいいかもしれません。誤解によって多くの人は誤解によって生きてるんだ、誤解によって生きてるんです。それはサタンが与えた嘘なんです。そしてイエス様の御言葉が、イエス様の御言葉が神の言葉です。そしてその神の言葉を聞いて初めて嘘が断ち切られるんです。ですから神の言葉を聞く必要があるんです。神の言葉が、光です。神の言葉が真理です。神の言葉が皆さんを自由にするのです。誤解や嘘は私たちを本当に、虚しくさせます。嘘や偽りがいかに、ね、人間をひどい目に遭わすかわかるでしょう皆さん。この世には詐欺とか、騙しがあります。本当に騙されて、悔しい思いをした人がたくさんいると思います。この世の中は騙し合いみたいなものですね。この世の中は騙し合いです。もう何も信じれない社会です。政府も会社も人間も誰も信じれない社会です。それは、この世が暴虐に満ちていて罪に満ちているからです。本当に信じることができるのはイエス様だけなんです。本当に信じることができるのは、本当に真理を語ってくださるのはイエス様だけなんですね。イエス様だけが、真理を語るお方です。ぜひ皆さんがそのように、イエス様を信じてほしいのですね。イエス様を信じてほしいです。はい。そういうわけで、イエス様に対する誤解が少しでも解けてほしいです。少しでも解けてほしいです。その、少しずつキリスト教に対する誤解、イエス様に対する誤解が解けることによってリバイバルが近づいてくるのではないでしょうか。またちょっと歩きましょうね。少し寒くなってきて、リスナーの方々でね、イエス様を信じてくださった方が、いますね。証し米を追ってくださる方がいます。本当に私はですね、そのように信じてくださった方がおられることがね、私の、生きがいというかやりがいというか、伝道放送するその、この拠り所ですね。人数ではないですね。人数ではありません。一人でも二人でも、一人でも二人でも信じてくださる方がいたら、とても嬉しいです。とても嬉しいです。自分も最初はリスナーでした。そして救われました。アメン。アメン。菊池さんも最初はリスナーでした。そして救われました。素晴らしいですね。本当に、そして
救われて成長していることを見ますね。救われた、信じ始めたというのはスタートですね。スタート。しかし、信じて、それでとどまらないで、成長していることを見ます。成長しています。その、成長が大事なんですね。この放送は、その伝道だけではなく、信じた人たちが、成長してもらいたい、成長してほしい、霊的に成長してほしい、その放送なんですね。天国大学ですから、学んで、成長してほしいのです。そして、皆さんの成長がね、今度はさらに皆さんの信仰と祈りがさらに多くの人を救いに導くでしょう。皆さんの証がさらに、たくさんの人たちを励まし救いに導くと信じます。ですから、本当に、信じた人たちがさらに成長して、拡大して、神の国が拡大してほしいのです。神の国が拡大してほしいのですね。神の国が拡大して、そして、悪魔に立ち向かってほしいのです。霊的な戦いですから、悪魔からの攻撃もあります。悪魔がいろんな形で嘘を言ってきます。ネットはまさに、その嘘の塊みたいな、嘘の世界みたいなとこです。もうネットの中にですね、嘘だらけ。私もですね、私の偽ブログ、偽ホームページね、偽偽の情報だらけですね。本物の方が少なくて、偽物のサイトの方が多いんですね。ネットというのはそういう世界ですね。そういう世界。公式なんとかとも書いてありますね。偽物なのにですね、公式ホームページって書いてあります。そういうわけで、ネットというのは、そういう嘘の世界、サタンの世界みたいなところです。その中で、皆さんが真理を、知ってほしいのです。真実を語ると悪コメが増えたりしますからね。しかし皆さん、光は、闇は光に打ち勝たなかったという言葉があります。闇は光に打ち勝たなかった。ヨハネ一章にそう書いてあるんですよ。ということはですね、ということは、真理を語るならば、皆さん、真理を語るならば、偽りは消えていくということです。光が真理ですね。そして闇が偽りです。ですから、真理を語るということは、闇が消えていく。偽りが消えていくということです。闇は光で消し去ることができます。アメン。皆さん、闇と光とどっちが強いですか？闇と光とどっちが強いですか？闇が濃くても光を消すことはできません。しかし、光は闇を消すことができます。当然光が強いわけですね。光が強いです。ということはどういうことかというと、ね、御言葉を語るならば、ね、御言葉を語るならば、この世の闇が消えていくということです。御言葉を語るならば、誤解が消えていくということです。ですから、伝道部屋は、伝道部屋はいろいろ誹謗中傷があります。悪コメがあります。しかし、それでも負けないで御言葉を語り続けるならば、真理を語り続けるならば、闇が消えていく、悪コメが消えていく、嘘が消えていく、誤解が消えていくということです。ですから、
光り続けることが大事、光り続けることが大事です。世の光です。兄弟姉妹の皆さん、皆さんは世の光です。世の光です。イエス様を信じた皆さんが信仰で輝くのです。信仰で輝くのです。物理的に光っているわけではありません。霊的に光っているのです。皆さんの良い行いが光なんです。皆さんが信仰による良い行い、信仰による変化、信仰による神の愛がこの世の光なんです。この世の光なんです。イエス様を知った人はクリスマスのイルミネーションのように光るのです。光るのです。皆さん光ってください。神の愛で光ってください。神様の正しさで光ってください。皆さんの、信仰が光ってください。その光が世の中を照らします。皆さんの信仰が世の中を照らします。励んでください。善に励んでください。良い行いに励んでください。皆さん、私たちはそのようなものなんです。私たちが救われたのはそのためなんです。私たちが救われたのは良い行いをするためなんです。私たちが救われたのは神の愛を表すためなんです。私たちが救われたのは、神の栄光を表すためなんです。ですから、今日一日も何のためにある、神様の栄光を表すためにあるんです。今日一日は何のためにあるんですか？神の愛を表すためにあるんです。光り輝けるように信仰を学び続けます。アメン。私たちの今日の生きる目的はそこにあるのです。人生に目的があり、日々の生活に目的があるのです。皆さんは以前は光らなかった、光がなかった人生かもしれません。しかし今皆さんは世の光です。世界の光です。皆さんは世の光です。輝くことができます。世の中は闇かもしれません。世の中は闇かもしれませんが、皆さんは光なんです。皆さんは光なんです。皆さんは光です。皆さんは、世の光です。世の光です。ぜひ、光として歩んでください。正々堂々として、神の子供として、神の子供として歩むのです。闇として歩むのではなく、ね、罪を犯すというのは闇の中を歩くようなものです。あらゆる悪を、その避けて、あらゆる汚れを避けて、あらゆる罪を避けて、光の子として歩んでください。昼間の子、光の子として歩んでください。皆さんが神様に祝福されて、もっともっと祝福されて、もっともっと祝福されて、素晴らしい、その人生を送ることができます。皆さんはそのような神に祝福されるもの、神様に愛されるもの、神様の子として、神様の子として、歩むことができます。日本は、まだまだ闇の国かもしれません。まだまだクリスチャンがいない、国かもしれません。イエス様を知らないから人生を迷ってしまうのですね。アメン。はい、皆さん、本当に感謝します。いろんな理由でこの部屋に来てくださるかもしれません。しかし信仰で来てくださる方も増えています。信仰で来てくださる方が増えて、本当に、一緒に、信仰で、学んで一緒に学んでくださる方が、増えています。本当に感謝します。本当に感謝します。歩き PC は危険ですよ。確かにそれは言えます。日本のリバイバル、日本のリバイバル、それは、皆さんが世の光として、世の光として、光ることではないでしょうか。皆さんが光って光って光って、
日本が明るくなっていくと信じます。皆さんが世の光として歩むときに、日本は、リバブが近いのではないでしょうか。もうすぐ冬至といって、まあ、一年で一番夜が長い時が近づいています。ちょうどクリスマスシーズンというのはそういう時ですか。クリスマスシーズンは夜が長い時です。もう時間ですね、ごめんなさい。じゃあ招きをしましょう。招きをします。はい、今日の放送を聞いて、キリスト教の誤解が解けた、今日の放送を通してイエス様を信じて世の光になりたい、闇の人生から、夜の人生から昼間の人生になりたい、光の世の光になりたい、輝きたいという方、アメンと言ってください。アメン。光の人生になりたい人、アメン。アメン。アメン。光の子になりたい人、昼の子になりたい人、世の光になりたい人、アメンと言ってください。アメン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 。ではお祈りします。天の父様、以前は光を知りませんでした。イエス様は光です。イエス様は光です。イエス様と出会って光を知りました。イエス様は私たちの光です。そして、イエス様を信じることによって私たちも、光となりました。イエス様、どうぞ今アーメンと言った方々を祝福してください。アーメンと言った方々が世の光となりますように、世の光となりますように。イエス様、どうぞどうぞ今アーメンと言った方々を祝福してください。信仰で歩むことができますように、あなたの光を反映して、鏡のようにあなたの光を反映して世の光として、世の光として歩むことができますように祝福してください。そして日本にリバイバルが来ますように、日本に、朝日が昇りますように、夜明けが来ますように、この闇の日本が光の国となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。